僕が聞かせてもらった話でめちゃくちゃ面白かったのが昔から、えー、と先輩の一人が幽霊見見見見ええるるるるる人人人ををつつけけのがが上手な人がいいらしいんですよ僕もその人も聞いた話なんですけど幽霊見える人のことを「あの人は幽霊見えるね」とか「うん、あの人は見えないな」とかっていうのを当てるのが上手らしいんですよ。でその人に その僕に教えてくれたお話をくれた方、うんえーまあかりにひさしさんとしますけど、はい、そのひさしさんがその先輩に「お前幽霊見えるだろう?」って言われたんですけど 1>,、うん、1回も見たことないんですって、はい、だからいや見え「見えないです」っつって「いやお前見えるよ、うん、見えてるけど気づいてないんだよ」って言われて「うん、いや,いやまあ分、まあ、かんないですけどね、はい、気づいてない」って言われちゃったら、はい、気づいてないのかなとも思うし。 「じゃあ先輩は幽霊見えるんですか?」って言ったら「俺見えない」って言われて<う>え「先輩幽霊見えないのに見える人は分かるんですか?」とか「うん、なんとなく分かるんだよ」って「はい、どういう感覚なんそれ」っつって <laughs> ただでも、はい、自分の父親が見える人でお父さんの動きに似てるとかお父さんと雰囲気が一緒な人は、はい、大概霊感があるって言うんですって。 ああなるほどそう、はい、だから俺わかるんだって言っててええ、うん、って言っててその先輩とまあ仲良くしてて三年ぐらい経った頃に、はい、ちょっと久志一個試させてくれよって言われて、はい、何ですかって言ったら明日俺と一緒に出かけようぜわかわかりましたって言って出かけたんですよ、うんうん、で出先っていうのがその久志さんの先輩の友達の家なんですよね、はいはい、先輩の友達っていうのがまあちょっと霊感がある方、うん、であの ちょっとバルコニー付きの 2LDK のちょっといいお家に住んでたらしいんですよ。はい、で、まあのーまあ、都会の方でもちょっとお高いところに住んでて「うわすっげえ!」みたいなところを連れてかれて「うん、でえお前が言ってたその後輩ってこの子?」って言われて「はい、そうなんすよ」みたいな「はい、で、こいつね絶対霊感あるのに自分で気づいてないんですよ」はい、えー、じゃあ幽霊見たい」って言われてスタッフさんが。 いや「幽霊見たいか?」って言われたら、まあ「見たことないんでちょっと興味はありますね」って<ー>「ああそうなんだ」って言って「じゃあさ俺霊感あるんだけど俺幽霊見えるんだよ」あそうなんですか」って言っだからさお前にさ幽霊見せてやるよ」って言われて「うん、もうこの2人何喋ってんだろう?」みたいなちょっと。 ちょっとちょっと中二なのかなみたいな感覚で思ってたらしいんですよね。<laughs> まあ、不思議な会話ではありますけどね。なんかちょっと変だなみたいな思ってて「はいはい、ああそうすかもし、はい、じゃあ見れるんだったら見てみたいですね」みたいに言ってたら「そっかそっかじゃあさとりあえず飯でも食おうよ」って,ってその先輩の友達の家で飯食って、はい、その後にその先輩の友達が部屋から黒縁眼鏡を持ってきたらしいんですよ。はい、その周りが太めの黒縁眼鏡を持ってきて「はいうん、ああじゃあじゃあ久しくんだっけ?」 そこ座って座って目をつぶって下向いてって言われて「うん、お分かりました」って言って、はい、バスッて下向くんですよ、はい、で動かないでねって言われてゆっくりその先輩がその黒縁眼鏡を自分にバーッてかけさせるんですって下向いてる状態でい状態、はい、でゆっくり顔上げてってバーってーッてゆっくり顔上げるんですよ、はい、そしたらなんか風がふわーっとしたらしいんですよね、はい 今久志くんの前にはちょっと離れたところにベランダがあります、うん、そのベランダの窓を今開けた外に幽霊立ってるから、うん、よく見てごらんって言って、はい、その目がね幽霊見えるようになるんだよ言われたらしいんですよ、はあ、なんすかそれっつってゆっくり目開けてみって言ってゆっくりパーって目開けたら女の人立ってるんですって<え>ベランダに、はい、しかもここ こ,こっちを見てるんで「すって?はあ」てでえってなって「いや何が見える?」って言われて「はい、女の人が立ってます」「見えんじゃん」って言われて「えでもどう見ても人なんです」って「はい、人だろう」みたいな思って「あれ幽霊なんですか?つか」幽霊だよ幽霊幽霊」俺彼女も何もいないし、うん、しかもここ事故物件なんだよ で窓の外から女の人がずっと立ってて、はい、部屋の中覗いてくるって言われてて家賃が安いんだだから俺この部屋住んでんだよ俺は怖くねえから近づいてみ何にもしてこないよって言われてはあってもうあっけに取られて<ー>自分の中でも、はい、なんだあれって思ってるとああれ幽霊だって気づくんですよ。はい、女の人の後ろのベランダの手すりが見えるんですよ。 あ女の人の胸元に手すり見えるってなってはい、はい、あれ透けてるやんマジで幽霊じゃんってなって、えー、で「はい終わり」って眼鏡取られたらしいんですよ、はい、そしたら見えないんですって「はいはえ嘘すごっ!」ってなって「ちょ、もう一回もう一回見せてください」って言ったら「<laughs> ダメ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 」とか言って「い <laughs> えい、ー、もう一回じゃあもう一回見たい」って言って「もう一回見たい?」って言って「ベランダ見てみろよ」って言って。 パって見ていやちょっとメガネないと見えないですメガネこれレンズ何も入ってないからお前さいないと思ってるから見えないんだようん。ちゃんといるって理解して、うん、見えるかもって思ってもう一回見てみって言って、うん、ゆっくり見たらしっかり見えたそうなんですよそれから僕幽霊見えるようになったんですけど逆に閉じ方わかんないんですどうしたらいいですかって僕に連絡きたんですよ。うん 知らんて、ちゃって。<laughs> それは知らんて。知らてで、ね。<laughs> でも話面白いんでい。いや、めっち,ちゃ面白いですね、それ。